はい、こんにちは、長田です。前回の動画で紹介させてもらった、うちのノットの新スタッフの水木なんですけども、まあ前回の動画で言った、ハイトーン推し、ハイトーンがすごい上手だなっていうのをすごい言わせてもらったんですけども、今日はせっかくなんで、早速、ハイトーンの技術っていうのを見せてもらおうと。ハイトーンって僕結構、まあね、ブリーチやったりとか、まあオールラウンドにパーマやったりとか、縮毛矯正やったりとか、カット、レイヤーカットやったりとか、いろいろやってるんですけども、やっぱりハイトーン、ブリーチの、まあ極意っていう、そこまで答えられないかなと思って、やっぱり若いお客さんっていうのがそんなに多くないというか、まあやっぱり美容歴が長いんでね、どん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 お客さんも一緒に年齢重ねていくんで、すごい、じゃあ全頭ブリッジするかって言ったらそんなに数は多くない。なんでそんな時でもやっぱりまあお嬢さんが来たりとかした時にハイトーンやっぱりしっかりとした知識がないとどうしてもね対応できないと思うんで、今日はそこをね教えてもらいにせっかくなんでやろうかなと思ってます。ブリッジ苦手な美容師さんすごい多いと思うんですけども、その美容師さんたちがやっぱ疑問に思うことだったりとか、あとはどういう、なんでこれうまくいかないんだろうとか、そういう思うことっていうのをしっかりとね聞いて今日は勉強していきたいかなと思うんで、動画最後まで見てもらってしっかりとブリッジワークっていうのを勉強していきましょう。さあ早速、はい、行くぞ。案内してくれんの？あ、どうぞ。あ、どうぞ、はい。どうぞ。はいはいはい。どうぞ。どうぞどうぞ。はい。あ、私？はいはいはい。はい、まあ、店内で撮ってるんで。はい。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、水木です。はい。お願いします。まあ、前回の動画ではじめましてはしてます。お願いします。はい。今日は若干緊張されてるそうで。はい。かなり緊張してます。はい。頑張ります。はい。まあでも技術に入っちゃえばね、はい、しっかりとできると思うんで。はい。じゃあ今日のモデルさんのビフォア状態っていうのを一回見せてもらいましょう。はい。はい、もう、水木のお客さんっていうことでいいんですよね。そうです。はい、もう3、4回目のご来店で、はい、インナーブリーチ履歴が3回の上黒染めから3回でここまで。おー。黒染めから。そうですね。表面が真っ黒の黒染めがあって、で、うん、でインナーは3回のかなりホワイトの状態だったのを3回のご来店なので、初めて来たのが1年ぐらい。でも金髪にしてから半年ぐらい経ってるか。そうですね、半年でここまでベースを持っていった状態で、うん、前回は卒業式前にリタッチとカラーで、それが前回の施術になってます。うんうんうん、なるほどです。黒染めしてたとは思えないぐらいもう綺麗な感じですね。はい、ちょっと根元見せてもらって一回めくってもらっていいですかね。はい、はい、まあ、しっかりとした根元。この、こういうリタッチがやっぱすごい難しいですね。しかもホワイトまで一発で抜く。今日は1回、2回。今日は1回で抜こうと思ってて、うん、それこそ、まあ、リタッチの周期っていうのが1ヶ月半か2ヶ月でご案内してるんですけど、いつも周期守っていただいてて、1ヶ月半でしていただいてるので、1回でいけます。おー、なるほど、はい。了解です。じゃあ、この今の根元をしっかりとブリーチして、はい、今日求める色味はどんな感じで？今日は、モデルさんの要望的に、黄みが出たくないっていうのと、色落ちで緑っぽくなりたくないっていうので、うん、王道のベージュにしていこうかなと思います。はい。はい、じゃあ、そんな感じで今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、モデルさんもよろしくお願いします。お願いします。はい、準備終わりました。はい、すごい。リタッチだけど、いろいろ作られてます。はい、ということで、水木さん。はい、はい、ご説明お願いします。今日はリタッチのみなので、アクセスフリー3の13対1ですね。アリミの120が1とアジアンカラーの加水 6% が2倍です。とグリッターボンド総量の 5% とコネクターが総量の 5% になります。ブリーチアクセスフリーとアリミの120を使うこだわりとかあるんですか？こだわりとしては、アクセスフリー自体はダメージが少なく、すごくリフトしてくれる薬にはなるんですけど、今日のモデルさんが結構しっかりメラニンがある地毛なので、アクセスフリーだけだとちょっとパワーが足りないなと思って、3対1で120も使ってます。120単品で行くことはあんまないですか？ないですね。やっぱディバイディングラインに少しでもついちゃうと、うん、そこがホワイトライン、白帯になっちゃって切れ毛のリスクが上がるので、ちょっと安心してしっかり放置できる剪定になってます。最大ってどんぐらいまで行くの？1対1とかまで行く？そうですね、一番強くて1対1で行く時はあります。でも結構それこそロングリタッチだったりすると1対1で行く時もあります。了解です。一番大体3対1、大体基本的には3対1です。猫っけさん、細毛さん、切れ毛が多い方だったら単品で行くこともあります。
OK です。ありがとうございます。はい。こういっぱい作ってる理由は？基本マンツーマン施術させていただいてるので、4ブロック全部一人で塗るってなると時間差ができるので、その時間差でパワーを失った薬を使うと上がらない場合があるので、しっかり3つ作って後ろ前最後のチェックっていう風に作ってます。なるほどです。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。で、基本的には施術中に混ぜます。混ぜてからやっぱり時間が経つと弱まるからっていう。そうです、結構パワーが弱まっちゃうので、うん、私はその場で混ぜるようにします。ブリーチ得意美容師さんだけど黒い服でエプロンなしの理由なんかあるんですか？そう、やっぱ一番はおしゃれな人にブリーチをしてもらってるっていうことを意識してて、エプロンとかもちろんしても全然いいと思うんですけど、私はファッションにもこだわってるんで、エプロンして隠れちゃわないようにしてるっていうのと、あとは黒い服を着ることでちょっと汚さない意識というか、そういうのが芽生えるなって黒い服を着た時に思いました。なんで最後笑ったの？そんなに大した理由じゃなかったなと思って。いや、全然素晴らしいですよ。長さんパジャマっすもんね。おい、やめろお前。おい、パジャマじゃねえわ。たまにパジャマの時ですか。おい、やめろ。マジで、スウェット生地にスウェット生地。スウェットの時は。マジでパジャマ。いいね、俺はもう、そういうフェーズは過ぎた。で、まあ4ブロックに分けて最初塗ってくんですが、ここが終わったら、先に顔周りを前髪のところです。やっちゃいます。ここが結構前髪って抜けにくくて、全部濡れたと思っててもいざ流してみると、あれ、ここだけちょっと上がりが甘いなって時があるので、先に。そこ先なんだね。はい。で、もみあげとか顔周りの薄い毛のところは体温が近いのもあるのと、毛が細いので上がりやすいので後にします、うん、センターとイヤーというと、その前髪のところの順番で、はい、で、私は塗ってます。ハケのこだわりありますか？ハケはもう歌方のこのリタッチ用小さい方一択ですね、うん、歌方です。塗りやすい？塗りやすいです。本当にハケの毛が柔らかいのと、先端が先細りになってるので、塗布量をコントロールしやすいっていう面で愛用させていただいてます。針塗りなんで、後ろについてるかな、ついてないかなくらいで大丈夫です。はい、ちょっとここから技術動画になるんで、僕カメラワーク自信ないんで変わります。嘘。驚いた。そんな急に来るんですね。そんなことあるんですね。ピント合わせたりとかができないなと思って。そんなことがあるんですね。うちの名カメラマンに変わってもらいましょう。今日やることねえなと思ってます、ね。ないって名カメラマン。仕事ですよ。すごい、そんなこともあるんです、ね。でも、まあ薄塗りとはいえ、しっかり黒い部分は残さないように塗ります。うん、根元はちょっと開けてる。はい、根元も開けてる理由があって、その一つとしては、根元っていうのは太陽に一番近いところなので、上がりすぎてしまいます。で、上がりすぎたところが次伸びた時に、もうすでにそこが白帯のディバイディングになって、切れ毛リスクが上がるので開けるようにしてるのと、単純に自分が染みやすいので染みないことにもつながるなと思って開けるようにしてます。で、鉢下からはこうやってつけると頭皮につきやすくなってしまうので、スライスで下から塗ります。と、根元につけないことを意識するよりも、このディバイディングラインの黒を残さないことを意識して仮塗りはしてください。確かにモデルさんのビフォー状態めっちゃいい。ビフォー状態ですか？ムラがない。そうなんです、うん、でもすごい大変でしたよね、仕上げるまでに。ここまで来るのにすごいかかりました、時間。でも半年でここまで持ってきたっていうのは、実際2回で持ってきましたよね、はい、2回のご来店で。で、しっかり縁も取っていきます。結構ケアも頑張ってくださるお客様が多いから、こういう風に明度の高いブロンドを保ててるっていうのはありますね。ブロンドキープはなかなかね、大変です。で、最初 2,3 パネルくらいは毛が重なってるんで、裏も塗ってあげてください。4パネル目ぐらいからは表のみ、はい、で大丈夫。頭の下半分は裏のみ、裏からいきます。その先に仮塗りで塗布量をいっぱいつけてしまうと、次のチェックの時にどうしても伸びちゃうっていうリスクもあるので、チェックの時にため塗りはできるので、今は本当にディバイディングの黒を残さないだけを意識
してます。逆にそうか。あんまり塗布量を攻めない方がいいってことですね。最初はそうですね。伸びちゃうのが一番怖いなっていうのがあるので。すごい細かい作業ですよね、リタッチって。めちゃめちゃ細かい作業。そうなんです。本当に最初の時とかめげそうになったんですけど、なんか集中力が切れちゃうんですよね、どうしても。でもだんだんやってくるうちに慣れましたね。ブリーチリタッチは集中力。そうなんです。あとは、チェックが本当にあんまりできない技術なので、そのさっき言った通り、チェックすればするほど伸びちゃうので、できれば仮塗りもチェックも一回で済ませたいっていうのが、あるので厚パネルにして濡れてない部分があるっていうのが怖いので大変ですけど薄めにスライスしてます。基本は上から塗布。基本は上から塗布です。下になるにつれて温度が高くなるのと溜まりやすくなっちゃうのと、下からチェックしていくと上からより伸びやすいなって思うので、本当なるべくチェックを避けたいっていうので上から1回の仮塗りと1回のチェックで終わるために終わる、うん、こういう風に顔周りの毛はやっぱり細くなってるので最後のチェックで塗るのでも全然上がるので最後に塗ります。今日のモデルさんの難易度は何100点中何点ぐらいですか。難易度ですか。難易度一番難しいのが100点だとしたらでも難易度的には25そんなに難しくないくらいですね、はい、めっちゃ難しい人っていうなんか基準とか。基準はこのディバイディングラインのこういうところがすでに白くなっている方。前のブリーチで。そうです、前のリタッチでそれこそ根元につけすぎて白くなってしまった場合があるか、上がりすぎてしまったか、はみ出てしまったかでできると思うんですけど、で仮塗りが終わりました。この時注意してほしいのが、しっかりラインをまっすぐ4パネルで取ってください。ガタとかなってるとそこのガタつきの間が濡れてなかったりするので、4ブロックしっかりまっすぐ取ってください。はい、はい、でこのままチェックに行きます。ちょっと毛先につくと怖いのであらかじめペーパーを貼ります。ペーパーはどこですか。ペーパーテックアリミノです。アリミノの切ってる。切ってます。やっぱ周期守ってくださるお客様が多いので半分で量が足りるので、普通はこのぐらいの大きさ、普通は倍だよね。はい、を半分に切って使用してます。で基本リタッチのチェックは体がブレたり目線がブレると怖いので、私は椅子に座りながらやってます。ペーパーにとはみ出ないようにため塗りをして上から挟むっていう風にやっていきます。チェックはまず裏面塗ってしっかりコーミングして中にも浸透するようにため塗りですね、だけを本当にもう寝かせて毛並みと同じように塗ります。で、ここがはみ出ないように。ちょっとはみ出たなと思ったらテールでこういう風にして大丈夫なので。で、挟んでいくっていうのをやります。まあ、0.5 センチぐらいがベストだなとは思います。塗るとき結構左手はテンションかけて塗ります。やっぱ一人塗りだと持ってくれるアシスタントさんとかそういうのがないので、こうやってダックで留めながらやってるんですけど、このダックでさっき塗った仮塗りの部分を潰しちゃったりしないように毛先だけ留める感じで留めます。根元にダックあるいかないように。そうです、くるってしてピッて留めちゃうと毛とダックにもついて結局毛先につけないように気をつけてるのが意味なくなってしまうので、こういう風に止めてます。なるほど。じゃあハイトーンめっちゃやってるところのアシスタントはそれを手で持ってるってこと。そうです、基本的にはこういうのをこうやって持ってくださってるサロンさんが多いので、でもやっぱマンツーマンとか最近フリーランスの方とかも増えてきて、なんかこれできないんだよなってことが多いと思うんですよね。オンラインセミナーとか見たりしてても、それで編み出した感じです。根元にダッカールをつけないやり方。はい、はい、です。さっきより塗布量は多めで、ここの端と端って頭の丸みがあるので、どうしても塗り漏れが起きてしまいやすいので、しっかり溜めるのを意識してください。
あとまあこういうリタッチでもペーパー使わないよっていう美容師さんも多いと思うんですけど、私は18.5 レベルから19のこういった高明度のお客様は絶対にペーパーを使うようにしてます。ディバイディングラインがはみ出てちぎれやすくなる原因になるのと、あとはため塗りができないのでペーパーがないと、そういった面でペーパーは必ず使います。ため塗りができないと結局高明度までいかないから、ね、そうなんです。やっぱり塗布量っていう、均一な塗布量と温度っていうのがブリーチにおいては大事なので、コットン使うって方もいらっしゃるんですけど、私はペーパーの方が重ねやすいというか使いやすいので、あとこのペーパーテックが長時間置いといても溶けにくいんですよね。すごい作りがブリーチ向きになってるので。アリミノのこのペーパー系めっちゃいいよね。あ、他にもあの長いやつとか、ストレートはめちゃめちゃ俺も使う。ああ、普通のワインディング用のペーパーだとしかもすぐ溶ける。そうなんです、そうなんです。しかも岩崎の頼んだ再生紙だとすごいすぐ溶けちゃう。なんで私なんですかすぐ悪者にされるじゃないですかちゃう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 、あれはあのあれがあるんですか。田谷さんが悪いんですよ。田谷さんが悪い。あのペーパーあるじゃん、パーマの、はいはい、あのペーパーハウス、はい、これあの普通白いじゃん。ああ、はい。岩崎が頼んだら茶色い再生紙が来た。すごい弱い。もろそう。マジ人のせいにしないよ。なんか6個ぐらい頼んだら全部茶色いのが来て、加賀谷さんに聞いたらなんかちょっとエコの配慮で再生紙にしてる。ディーラーさんが勝手に優しさを見せてあの再生紙にしたらしいんだけど。環境に優しいですよっていうアピール。でもマジワインディングしてて溶けんだよ。マジやりづれと思って。ダメですね。もうちょっとでなくなりますから。返品したいぐらい。早く使い切らないと。そんなに金額違うのかな、どうなの。ちょっと安いんじゃないですか。ちょっと安い。再生紙だからですか。あとは環境に。はい、エコですよ。ちょっと待って、でも仕事の PD さが失われる。それはもう私じゃなくて田谷さんに言ってください。もうすいません。8下まで行ったらそのまま逆サイド行きます。頭は一つなので、ネープはネープ、サイドはサイドっていうくくりで塗っていってあげないと、それこそ体温だったり、頭の形だったりっていうのが違うので、私はそうするようにしてます。ネープの次はどこにある？ネープの次は上行きます、そのまま。上に行って、で、サイドはやっぱ上がりやすいんですよね、もみ上げから。で、その頃にはもう新しい薬ってなって、パワーがまた1からに戻ってるので、そういうのも考えて3カップ作ってます。で、8下まで終わったので、次に上に行きます。ここで新しいブリーチと。はい。で、120が入ってるんで、よく混ぜですね。混ぜムラがあったりするだけで、怖いので、120は。120ってなんであんな強いの？120は、まあ、青粉っていうのもそうですし、防潤しやすいんですよね、すごい。熱も持ちやすいし。なんで強いんでしょう、パワー。でもそれこそ120とか使うときは、さっきのアジアンカラーの加水がすごい相性いいんですよ。その加水にもこだわってて、ピオーレの加水でやって、た時があったんですけど、120を使う時にすごい防潤して、私はちょっとブリ汁って呼んでるんですけど、ブリーチの汁がすごい垂れてくるんですよ。そうなると切れ毛につながる。で、やっぱブリーチの粉と加水の相性っていうのもあると思うので、私はもうアジアンの加水一択です。さすが同じアリミノが作ってるだけ、はい、最高です。結構アリミノ尽くしじゃない。そうなんです、アリミノさんとてもお世話になっております。お、アリミノさん、はい、いいお話お待ちしております。お待ちしてます。でも一番使ってんのはアクセスフリーだからナプラさんですね、はい、そうなんです。実は実は本当にでもアクセスフリーは安心してブリーチワークができるんですよね。いや本当優秀なブリーチだもんね。はい、やっぱ長く置けば置くほどちゃんとリフトもしてくれるし、うん、っていうのがもうブリーチ美容師さんみんなみんなアクセスフリー、みんなアクセスフリー使ってる、うん、と思いますね。例えばフリーランス美容師さんでブリーチ始めたいけど、何のブリーチ買ったらいいかわからないっていう方はもうアクセスフリーだけ持っててください。はい。ってぐらい。ナプラさん喜んじゃうな。はい。私も使いやすくて毎日喜んでるんで。アクセスフリーあるだけで喜べる。最高ってなる。アクセスフリーがなくなるともうダメですね。気が気じゃないです。確かに。
はい、動揺しちゃいます。ノットの在庫リストアクセサリーあの在庫6になった。本当にありがたいです。アクセスフリーの売り上げめっちゃ伸びてるって、あのこの間、はい、セミナー大宮セミナーがナプラのスタジオ借りてやったから、はいはい、ナプラの人と喋ったんだけど、はい、アクセスフリーがめちゃめちゃ伸びてる、この動画機にもっと伸びるかもしれない、うん、嬉しい、うん、イメージモデルしたいです。アクセスフリーのイメージモデル黄色い入れ物とかにならないから前髪黄色なんで前髪黄色なんでね、はいはい、コラボ容器コラボアクセスフリーナプラさんに言っとくやさきさんのコラボピンクは、あもうピンクしないか、そうなんです、ね、私もブリッジしないんでいつでも塗りますよ、うん、背後から近づいてきて気をつけてください。ブリッジすればいい、なんて危険な職場なんだ気が気じゃない職場ブリッジ卒業するって言ってんのにブリッジ美容師来ましたから、ね、間違いない、はい、やりたくなっちゃう。もう根元見るとうずうずします、ね、右手震えます。本当そうですね、伸びてるリタッチを見ると街中とかでも声かけたくなっちゃいます、ね、ブリッジしませんかって言いたくなっちゃいます。すごい。で上の方になってくると結構頭の丸みが急になるのでこう重なってでこっちが塗れなくなっちゃったりするので、私はこうオンベースに引き出して毛の中にブリーチ剤を押し込むみたいにして塗って収めてます。仮塗りの時と同様裏表しっかり、そうですね、うん、上は裏表しっかり塗ってください。あとそんなにディバイディングラインを攻めないのはブリーチ剤は時間が経てば膨らむのでそれで結構攻めるんですよね、ディバイディングラインの方を。だから最初にディバイディングラインにため塗りしちゃうとそれこそ白帯の原因になりやすいので、こうリタッチ幅があったらここは多いけどディバイディングラインはそんなに多くない、濡れてれば OK ぐらいでやってます、うん、本当にブリーチは量と塗り方っていうか、でトップはちょっと保温しながら置きたいのでコットンにします。コットンとペーパーの差って簡単に言うとどんな感じ？保温ですね、うん、しっかりコットンだと温度が熱がこもってくれると、熱がそうですね、しっかりこういうところはハケのこういうところに溜めて塗るって感じです。ハケもうまく使えた方がいいですね、この四角を貼っていきます。さっきブリーチのその配合として1対1とか120単品はあるってお話があったと思うんですけど、まあ一人塗りでこう時間がかかるっていうのも含めて安全に置ける剪定っていうのが3対1だなって思うので3対1にしてます。逆に2人塗りいけるってなったらなら、もう時間とか抜けを考えると11で行くサロンさんもありますね。手が早かったり2人で塗ったり、その方がまあ言っちゃうとパワーがあるとリフト力もあるので放置時間が短縮できるんですよ。じっくりコトコト3対1で抜いてます。そうするともうこうやってチェックの時点で時間差でだんだん抜けてきてるんですよね。これ見て最後のパネルでこういう抜け具合を見て今日は何分放置かなっていう、本当その時の体調とか体温とかそういうのでも抜けが変わってきたりするんですよ。基本何分から何分くらいが放置は基本40分から1時間放置してます。はい。塗り終わりから。なんかその時の目指す明るさというか、デザインによっては根元暗くして、毛先にかけてバレイヤージュみたいなグラデーション、シャドールーツみたいな時は、若干抜けてなくても、次のリタッチの時に持ち越せるので、その抜けてない部分は。抜かなかったりもしますけど、根元から明るいハイトーンはやっぱ可愛いので、しっかり 18.5、19レベルは狙っていきたいです。はい、サイドですね、はい、塗っていきますね。サイドはまだ顔周り塗ってないので最後にチェックしながら塗っていくのと、サイドのここってそれぞれ皆さんもみあげのこういうカーブが違ったりするので三角形になるように最初のパネルは取ります。ここ1線目からいっちゃうとここの厚みで塗れてないことが多々あるので、ここもちょっとお顔につきやすいのでコットンでいきます。コットンのこだわりとかあるんですか？コットンのこだわり
なさそう。いやでもノットにあるコットンなんで最上級のものかなと思って、はい、使わせていただいてます。矢崎さんが発注していただいてる最高級のコットンですね、まあ、ペーパーとは違って最高級のコットンですよね。最高級、そう、再生紙じゃないですね。これ新品です。再生紙の逆は新品なの。違います。確かに再生してない新品。ああ、確かに、そうですね。サラサラです。もう全然愛用のお好みのコットンで大丈夫だと思います。フェイスラインも溜めるとかそういうのはないは溜めないですね。もうすぐ最後にささって塗るだけで上がるので。でも基本的に頭皮はつけたくないんですけど、フェイスラインって気になるお客様が多くて、ハイトーンだと。だからまあお客様に聞いて任意でお顔周りつけちゃっていいですかって言って私はつけるようにはしてます。スライス幅は上は 0.2 ぐらい、結構薄めにしてますね、うん、はい、ここまで塗ったので頭の丸みが一番出るところに差し掛かってくると、毛の厚みっていうのがもみあげよりもさらに増えてくるので、パネルを薄くしていきます。さっきが 0.5 センチだったので、そのさらに半分ぐらいで2号になってください。本当にトップの表面の方っていうのはもう上がりづらいので、ネープとかに比べてよりため塗りを意識してください。繊細。そうなんです。もうこういう風に重ね塗りをして、この両サイド特にたまるように塗っていきます。ありがちな失敗とかってある？ありがちな失敗、もうそれこそスライスが厚すぎて塗り漏れ浸透してない部分があったりとか、あとは逆にためを意識しすぎて必要じゃないところまでブリーチが伸びてしまうところとか、黒ごまが残っちゃう。黒ごまが残っちゃいます。てんてんてん。でこういう仮塗りとかも本当仮なので、たまにこういう黒いところがあるんですけど、しっかりコーミングしてためれればそんなに支障はないです。ここにビーッと残ってしまうと、ちょっとこの時間差では追いつかない場合があるので。仮塗りが重要だってことね。仮塗りが重要ですね。表面は本当に薄パネルが重要です。でまた2線はコットンでいきます。特にこの前髪の方は抜けづらいので、たっぷり溜めます。よし、気持ちいいぐらい繊細だ。そうなんです。本当にミリ単位のお仕事だなって思います。リタッチは左右は一緒だ。一緒です。はい、バッと塗ってもらいましょう。はい、はい、じゃあ逆サイド行く前にニューブリーチ、ニューブリーチ最後のブリーチを使っていきます。大体何グラムぐらい？大体粉で40を2個と30/10の3:1。あ、そうです。30/10、40を2個と、あと最後がほんとちょこっとなので、うん、あでも計算しづらいので 5と15 15とか20、うん、くらい使いますね、うん、ブリーチはケチったらアウトだよね。アウトですね。やっぱ効果とか、うん、そういうのもどんどんなくなってくっていうのと、うん、塗布量がやっぱ大事なので。ブリーチ上手な人たちって箱で買うもん。箱で買いますね。ブリーチ材を、あとめちゃくちゃほんと丼みたいなカップにブリーチこんもり入れてやるぐらいなので。じゃあそんな感じでしっかりとお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ここまで塗り終わりました。で顔周りはほんと細かい繊細な毛なんで、ちょっとつけちゃいますね。ほんとにちょんちょんってつけるだけで、最初から塗っちゃうと本当にもう一番そこだけ明るく抜けてちぎれの原因になるので、持ち上げて塗っちゃいます。塗り終わったらラップをします。でラップをする理由としては、まあ、室内の温度ってそんな普通に過ごしてるだけだと実際の体感はないんですけど、例えば窓際だったり天井だったりっていうエアコンとかそういう温度の差で抜けムラっていうのも考えられるので、ラップでドーム型にしちゃって、このラップ内で温度を均一にしていくっていうイメージです。はい、20ですね。これで逆に巻きすぎて厚くしちゃっても抜けすぎの原因になるので、私はこれぐらいこうムラインに沿ってドームを作る。ドームを作ります。東京ドーム。東京、いや東京ドーム、いや俺が悪い。いや東京ドームでなんかおもろいのあるかなと思ったんですけど、東京ドームでいきましょう。これはいや、もうやめましょう。いいですか。
こんな感じで放置していきます、はい、今回は何分？今回は40分で1回根元チェックして、もうちょっと置けそうだなっていう判断の基準とかもあるので、見てから1時間置けそうだったら置く感じでやっていきます、はい、じゃあ40分後、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ということで40分経ったのでチェックしていきます。東京ドームが今開かれます。ありがとうございます。岩崎は冷たい。カメラ越しに冷たい。チェックはまず最初に塗り終わったところと最後に塗り終わったところを見ていきます。こういうテールがあるフォームでこうやってやっていくんですけど、まあなんて言うんでしょう、まだちょっと私的には黄色みを感じるんですよね。もっと色味が緑っぽくなってくるんですよ。セールでこういう風に薬を取るとまだ黄色いなっていうのが目でわかるんですけど、もっと抜けてくると緑っぽい発色をしてきます。緑っぽい、緑っぽい、なんか緑っぽいんですよね。なるほどね。その時が来ると、あ、緑っぽいってなると思うんですけど、で最後が、まあ時間差はあったんですけど薬のパワーを変えてるのでしっかり同じくらい抜けてきてくれてはいるかなっていう感じで、ここでパワーのズレがあったり時間差があると、あ、全然こっちの方がまだ茶色いっていう風になって、どん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 こっちだけ抜けて白くなって、こっちは全然抜けないっていうムラになってしまうので、今は結構順調に均等に抜けてます。プラスタイムですか？プラス、そうですね、1時間置けそうなので、結構アンダーも白っぽく抜けてるんで、うん、もうあと10分置いてもう一回チェックしていきます。10分、はい、はい。ちなみにこれで塗り足したりとかは、まあ、でも、うん、それこそ、あ、思ったより茶色いなとか、その剪定自分が甘かったなって思うと、上から120単品を 6%2 倍、うん、でケア剤も同じ感じで塗り足していくことはあります、うん、でも下の方ってだいたい綺麗にもう抜けてきてて、実は本当だ、塗るのも早かったっていうのと、しっかり置けてるので、あ、それこそ緑っぽい、わかる気がする、緑っぽい緑っぽい、そうなんです、緑っぽいなんですよこれが、うん、っていうので、はい。でもそれこそパワーはもう最初に塗った薬で弱まってきてるんで、抜けすぎることはないので、うん、このまま置きます。はい、10分、10分置きます。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、10分経過、はい、10分経ったんでチェックしていきます。あ、緑っぽいね、こんな感じで、本当芯の芯っていうか、うん、メラニンが取れてくると透ける感じでちょっと緑っぽくなるんです。そうなってくるともうかなりアンダーが削れたかなっていう、ここ見極めが甘いと根元のアンダーが抜けてなくて、あれ、なんか根元だけ染まらないなってことになるので注意してください。あとさっき言った膨らみがこういう風にディバイディングラインを侵食してくるんで、溜めすぎちゃうともっとここにピーっていう白い帯ができちゃうっていうのができてません。はい、できてません。さすが。ありがとうございます。感じですね。かなりいい感じに抜けてきてます。本当に置けば置くほど綺麗には抜けるんで、でも今日目指す色がすごいホワイトベージュとかっていうわけでもないので、うん、このぐらいの、まあ本当に置こうと思えばどこまででも抜けはするんですけど、今日はもうこの色よりももうちょっと暗めにしっかりめにベージュが入るので、トータル50分ですかね。じゃあ今回はここで終了で、はい、リタッチは終了していきます、うん、とペーパーも剥がし方のコツがあるんですけど、すごい枚数やってるじゃないですか。なのでこうやって引っ張ると一回一回引っ張って時間がかかるっていうのと、髪の毛も一緒にピーって引っ張っちゃったりする可能性があるので、もうこういうテールで、わお、気持ちいいんですよこの瞬間が一番気持ちいいです。時間かけてペーパー挟んでよかったって思う瞬間ですで、しっかり間も、うん、綺麗、抜けてきてますね。根元がベタ付きになってないっていうのがポイントです。こうやってモコモコになって根元にすごいこう迫ってくるんですよ、薬も。だから開けといてもその根元が暗くて明るいっていう差が生まれることはないです。うわおこれ気持ちいいですよね。相当気持ちいいですね。外すともっと緑っていうのが分かりますね、緑味。確かに確かに、うん、この後はしたら
そのまま流してオンカラーに入ります。はい、じゃあ流していきます。流すポイントとしては一番に本当に水洗、何よりも大事です。やっぱシャンプーとかそういうアルカリキャンセル剤とかで取れるのもあるんですけど、本当に何より水洗さえすればむしろそれはいらないかなと思います。もうほんと5分ぐらい流し続けてもいいぐらい水洗します。薬剤というよりも水の量で、もうそうですね、水圧ともう水と手でこすってひたすら落とすって感じです。やっぱブリーチ剤が残っちゃってると薬が塗った瞬間に発色しちゃってうまくそこだけ止まらなかったりムラの原因になっちゃうので、しっかり点検して落としてあげるのが大切です。顔周りとかって本当に残りやすいんで止めすすぎがいいです。意外としっかり流せてるようで、顔周り、もみあげ、耳裏とネイプが本当に落ちてないことが多いんですよ。シャンプー台はこういう風になってるので、もうこういう時は私は左向いてください。こうやって頭倒していただいて流したりします。メンテも試しすぎです。それこそマーブがすごいブリーチと相性がいいって社長さんがおっしゃってて、なんか炭酸シャンプーとかにそれこそ中間処理したりする人もいるぐらいなので、やっぱブリーチは落とすのが一番だね。もう落とすのが一番ですね。多分もうこのぐらいでいいかなって気持ちになってくるんですよ。そのプラスもう一点ぐらい。二周目はマーブでいきます。メイプが特に流れてないことが多いんで、しっかり溜めてすすぐ感じで。そしたらシャンプーですね。もうここまで推薦してあれば、全然アルカリキャンセルのシャンプーとかじゃなくて、普通のシャンプーでもしっかりブリーチは落ちるんで、私はもう普通にシャンプーを泡立てて、しっかりでも泡立てて、揉み洗い、こするっていうよりは、揉んで洗うイメージです。しっかりここで泡立てたら、インフォームを使います。しっかり結合強化してくれるんで、このブリーチ流しのタイミングで使ってあげるのが一番ベストだと思います。でももういい感じにツルツルに、これは前作ったベースではあるんですけど、なってきてるので流します。で、ほんとトリートメントは特にこだわりなくて何でもいいので、お店にあるトリートメントほんと少量です。リビ通り良くなるくらいのイメージでつけてます。でもブリーチの時点で結構ケア剤にこだわってる部分はあるので、あんまり中間処理だったりっていうのは私はしません。ほんと発色とかを考えてしっかり流すっていうことを気をつけて、傷まないブリーチをすれば基本手触りっていうのはそう悪くなったりすることはないので、いろいろつけるっていうことはしないです。でこのトリートメントも流します。ネイプは結構もうしつこめに3回ぐらい流します。このままもう何もつけずにタオルドライでお席戻ります。はい、はい、シャンプー上がりました、はい、お疲れ様です。美しい、しっかりベースが抜けてます。こうやって色があるとこの色大丈夫なのかなって多分不安にちょっとなるんですけど、残留してるとは言ってもアンダーが削れてる、こうやって透かしてみると分かりやすいんですけど、こういう透明感があるけど残留してる、こういうのはもう全然カラーのアルカリで飛ばせる領域なので心配ないです。心配ない、心配ないです。おい、いやー綺麗だね。いい感じに抜けました、うん、パチ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 カラー剤、はい、オンカラー紹介です、はい、紹介です。ベージュを作るときは私は中野のキャラデコのミルキー7レベルと13レベル持ってるんですけど、今日は13とキャラデコのクリア1対1にします。でクリアを大体1対1にすると2レベルアップするので15レベルのお薬ができているっていう状態になるのと、さっき言ってた黄みを飛ばしたい、ちょっとブリーチ毛の黄ばみを飛ばしたい時は668を総量の3から5パー入れるとすごい一気にくすむというか黄みが飛ぶので、今日は5パー入ってます。加水はもともとブリーチ毛はもう表面がもう開いてる状態、もうアルカリで開いてる状態なので 1.5 パーでいきます。3パーのお薬にドロップ1対1で 1.5 パーの加水を作っています。はい、はい、お願いします。お願いします。でもオンカラーは何よりも
たっぷり作ります。本当にここの塗りムラと不良のムラがあるのが一番怖いので、今日はボブで1剤140作ってます。うん、8色勝負なのでスピードで塗ります。塗ってきます。塗り方のコツとか。塗り方のコツはまあとにかく早く塗るっていうこともそうなんですけど、ハケに取る量をもう本当このぐらい取って一気に塗れるだけ塗るっていう感じです。大量塗布だ。大量塗布です。塗れるだけ塗るでスピード勝負とチェックっていう感じです。やっぱブリーチの怖いところが塗り残しで、本当に塗り残しが一番わかるのがこういうハイトーンだと思うので、これでもかってくらいチェックして塗布量も多めで塗っていきます。今オンカラーはそれこそ表面上の方は結構さっきと一緒で毛が集まってムラになりやすいので、パネルも薄くしていきます。お顔周りもですねしっかり、こういう少しの毛も白く光るのがハイトーンなんで塗り漏れのないように塗っていきます。根元毛先分けるときはある？あります、うん、それがさっき言ったこの透かしてみたときにアンダーが削れてないけど残留して抜き切れてない、ブリーチの時点ですでに抜けてないような残留が毛先にあって、うん、でその根元との明度差が結構それこそ19まで抜けたけど毛先は16、17とかの残留がある時は、私は2カップに分けて根元にナチュラルだったりベージュを混ぜるようにしてます。ブラウンコントロール。ブラウンコントロールです、うん、でも基本的には本当に1カップでいけるのが理想なんで、ブリーチ勝負、ブリーチ勝負ですね、うん、かそこで差ができるのが怖ければ最初は甘めにリタッチで抜いといて、次回毛先も含め全体的にブリーチするっていう風にご提案してもいいと思います。要はブリーチ勝負だってことだね。本当にブリーチ勝負ですね。ベースが命だと思います、うん、根元塗って毛先、はい、いきます。通常通りですね。はい。はい。じゃあ、バッと塗ってもらいましょう。はい。発色してきました。早いです、ほんと、ブリーチは。うん。大体何分くらい放置？大体15分放置です。お、そこは普通の。そうですね、一緒です。ベージュですの。ベージュですね。ほんと、でも、黄身を飛ばしたいとか、うん、ちょっとホワイト寄りにしたいって時に、ソフトタッチの668は、本当に優秀なので、使いますね。なんか、ベージュにもいろいろあって、黄身のベージュが好きな方もいれば、くすんだちょっと黄身を飛ばしたようなベージュが好きな方もいるので、だいたいベースは変えずに補色でコントロールします、うん、良さそうですね。なんか安心しますよね。なんかこのもう安心した、はい、ここまで来ると本当に安心します。やっぱブリーチが緊張する。一番緊張します、ね、むしろそこの最後流し終わりでカラーの大変さというか、そこが変わってきます、うん、剪定だったり塗り分けだったり。確かに。でまあ、ベージュなのにちょっと紫に見えてくるんですよ、668を使うと、うん、でここであやばい紫だ流さなきゃって言って流さないようにだけ気をつけます。あそんなにこういう見えてるほど紫に実はなってないんですよ、うんうん、補色の発色なのでしっかりと流せば落ちる。はい、流せばちゃんと落ちます。あとは極力コーミングはしません、塗るときに、うん、やっぱりもうワンスルーコーミングしたら揉み込むっていうイメージですね。たっぷりつけて揉み込む、やっぱ濡れてる時とかこういう薬剤に触れてるブリーチもって一番ナイーブな状態なので、ここであんまりコーミングを入れちゃうと物理的に傷んでしまうので、ほんと揉み込み勝負です。でしっかり顔周りもチェックしていきます。はい、それで15分放置していきます。はい、お疲れ様です。はい、さあ15分、はい、はい、経ちましたのでチェックしていきます。チェックするときはこうやって広げてますね。ちょっと黄色みが飛んだベージュで紫に見えるんですけど、これは流せば大丈夫です。こうちょっと白身を感じるようなベージュになってます。いいね。はい、もう時間的にも毛先の感じもいいなと思うので、根元もいいですね。しっかり色が入ってます。流しは、流しはもう普通に流してシャンプーしてコアミーの3ステップのトリートメントでいきます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はいはい、流し終わりました。はい、パチ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 、流すとこんな感じで紫みも全然なくベージュに、黄ばみのないベージュに仕上がります。いい、ね、森さんもクロスの中で拍手したっぽいなんか見えたありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ乾かしていきます。アウトバスはノットのミスト使って
くいきます。で、オイルがリンクオイルですね。うん、ほんとちょこっとぐらいで。で、ブリーチもにこのタングルティーザーの櫛が本当に相性よくって、濡れてて全然コーミングできないっていうお声も多いんですけど、これは濡れてる時でもダメージが少なくコーミングできるので、タングルティーザーのタングルティーザー絵付きですね。どこで売ってる？まあ本当ロフトだったりアマゾンとかドンキホーテでも売ってるはずです。概要欄にリンクが貼ってあるかな売ってたらアマゾンのリンクがあれば、はい俺も買おう。本当におすすめ。濡れてる髪にいいです。じゃあ乾かしていきます。はい、ブロー割れました。はい、まあ、素晴らしい。こんな感じで。しっかりベージュ味が入ってます。いいね。まだアイロン前です。うんうんうん。ツヤ感もありつつの。はい。しっかり残留も薬で飛んでるので、根元から均一な明るさになってます。いいね。仕上げてもらいましょう。仕上げなんかどんな感じがいつも？仕上げは、やっぱブリーチをもう3、4回ぐらいしてる髪なんですけど、ブリーチをしててもツヤツヤに見えるよっていうのが得意なので、基本ストレート仕上げでいきます。まあ、使うのはラディアントのアイロンで160度でいきます。アイロンのこだわりありますか？アイロンはプレートがシルクプレートのものがよくって、ちゃんと髪の中の水分を保持してくれるのと色が飛びづらいです。アイロンの入れ方は普通ですか？普通ですね、うん、本当に、まあ、前は3パネル後ろ4パネルくらいで、少し角度つけながら自然に内に入るようにアイロンします。アイロンが終わりました。最後につけた、ノットのミストがすごく熱でツヤが出るので、素晴らしい。こんな感じでツヤツヤに仕上がってます。で、今日は仕上げのオイルは見てくれてる方もいらっしゃると思うんですけど、ナインヌでいきますえ、大丈夫ですかこれ？大丈夫、かわいい。サボチョウ。大丈夫ですか？かわいい。不安じゃないですか？一気にフォロワー半分以上減るとかないですか？許してください。インスタのフォロワー、はい、募集中です。はい。頑張ってるんで、今ので外さないでください。お願いします。で、そんなに今日束感出したいわけでもないので、本当少量手にしっかりなじませたのを毛先とお顔周りつけていきます。かわいい。うん、いい感じです。いいです、すごい似合ってます、うん、こんな感じですかね。はい、はい、お疲れ様でした。いいね、これめっちゃ綺麗だね。来ました、ありがとうございます。はい、バッチリじゃないでしょうかまあせっかくなんで写真の撮り方、動画の撮り方なんかもお願いします。はい、こういう白目のベージュとか、うん、黄ばみを飛ばしてるときは白いライトのところを探して撮るようにしてて、最近のお気に入りはここなんですけど、この上が白いライト、白いライトです、うん、なんかあったかいとせっかくのこの透明感っていうのがなくなってしまうので、で、利き顔とかあります。なんか女の子って結構自撮りとかする子も多かったり、写真撮るときに利き顔って聞いてあげると大体こっちっていうのがあったりするので、私はそれもこだわってます。で、後ろに組んでいただいて、なんかポージングもわからないお客様とか多いと思うので、結構指摘した方が撮りやすかったりもします。カメラ見せてお願いします。あと、ライブで撮ってあげると写真が動くんで、あ、この瞬間いいっていう奇跡の一枚も撮れたりするんで、ライブで撮るのはおすすめです。下向きで、横向きで。ありがとうございます。で見せてお願いします。画角的には4対3の画角にして、頭が 0.5 に対して11の割合が一番可愛い映えな画角だと思うので、私は最近はそれで撮ってます。こんな感じです。いい感じだと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで今日はみずさんお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、モデルさんもありがとうございます。お疲れ様です。まあバッチリですね。ありがとうございます。はい、ブリーチからまあ今日たくさん教わって、やっぱり
ブリーチが一番、うん、ブリーチが一番だなっていうのと、あとはね、オンカラーに行くまでの本当に抜き具合だったり放置時間だったり塗布量だったりっていうのをしっかりと皆さん勉強できたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今後ともどん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 ハイトーン、はい、うん、ハイトーンのデザインをどんどん作ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、バイバイ。はい、ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。どうした？緊張で本当に朝から何も食べれなかったんですけどや、なんかなんとか終わったなっていう達成感でいっぱいです。はい、今後もどん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 デザイン上げていきましょう。はい、かわちいハイトーンいっぱい配信していきます。ニュースニュース岩崎はやらせてる気が私ねやるよ。やった方がいいんじゃない？さすが先輩。あれ最初の方、みずきちゃんの手が震えすぎて、マジ親の気分。大丈夫かな？親の気分いけるかな？親心です。緊張しました本当に。はい、じゃあそんな感じでまた。はい、バイバイ。